こんにちは、黒猫 YZ です。はい、今日の動画はね、これです。じゃん、もうおなじみになりましたね、このトリガーブローバック系の箱。 M9 のトリガーブローバックが出たんだよね。今日はね、こいつで遊んでいこうかなっていう動画になってます。を開けていきます。 M9 ですからね、すげー楽しみなんですけどね。バーンと、はい、もう合格してます。ありがとうございます合格してんだね、はい、合格。最近こういうの入ってますよね。で、バーンとこれですよ。そしてなんか謎のスプリング入ってます。これなんだろうねこれ何のスプリングか何のためか分かんない、スプリングがとりあえず入ってる。で、これアモケースですね。こんな感じで、このカート入れると。で、このシリーズになってからですね、メッキされてないプラのカートがついてて、一つだけね、この金属のアルミっぽいけどね、金属のカートリッジがついてくるというような状態になってます。8発なり9発なりフルロードしたいときは8個なり9個なりこいつを買えとそういうアピールになっているんでしょう。違うと思いますが、まあ、でね、あの以前紹介したそのグロックとかガバとかについてたランナーから切り離すタイプのね、メッキの、こいつが手元にあるんで、これを使っていこうと思います。カートリッジのサイズとしてはね、ちょっとねずんぐりなんだよね。もしかするとこっちのメッキのカートの方が短いんで、カートリッジの飛びがこっちの方が悪いかもしれないです。こうアモケースと銃本体で、こいつの特には隠しメッセージは入ってませんでしたよと、そういうパッケージ内容になってます。まず手に取っておっと思うのが重い重いんですよ、重量感がある。まあ、僕このシリーズでその CZ と USP しか持ってませんのでね、ミリタリーポリスとかね出てますけど、そっちは持ってないので比較対象がまあ USP になっちゃうんですけど、USP よりね、なんか重いんだよね。こっちの USP よりも重量感がある。まずは外観から眺めていきますか。スライド、ピエトロベレッタって入ってますね。ベレッタ US コープなんちゃらかんちゃらね、ここにもこう M9A1 と入ってます。で、逆側の刻印はというとこんな感じになってます。これこの刻印やっぱりリアルなタイプなんだっけ。まあ、当チャンネルの場合はですね、この動画をご覧の有識者様の意見をもらって初めて動画が完結すると。つまり僕が適当なことを言ってしまっているという可能性があるっていう動画なんでね、皆さん心して見てやってくださいみたいな感じになってますけどね、うん、まあグリップにはね、ベレッタってきっちり入ってますよ。これ大丈夫なのかなみたいなレベルで入ってます。六角のビスになってるね。ここマイナスじゃないんだね。なんだろう、新しい M9 ってこんな感じになってるのかな、もうちょっとわかんないですけどね。で、アンダーレールついてます。溝が1箇所切ってある。あー、なるほどね。今ちょっとこう眺めた感じ、フレームモナカじゃないんだね。パーティングラインはうっすら残ってるけど、フレームはモナカじゃないんだね。なるほど。で、可動部はテイクダウンラッチ、テイクダウンレバーか、ちゃんと動きます。スライドストップライブです。ハンマー動きます。で、トリガー引けばハンマー倒れると、こんなギミック新しく入ってます。で、マガジン入れて撃てば、とりあえずトリガーを引く力だけでスライドが交代してホールドオープンきっちりします、ね、で、セーフティー。僕ね、これ初めこれをいくつか紹介した動画で、このセーフティーモールドで動かないって言ったんだけど、動くんだね、うん、結構硬かったんで、こうスムーズにカチカチ慣れるまでちょっと時間がかかりましたけど動きます。ただセーフティー状態でもデコッキングもできないし、ブローバックしちゃうんで、
ただ動かせるだけっていう。じゃあ何のためにあるのって、これをオンにすることでですね、心のセーフティーをオンにするわけですね。心のまあこれ何回もどんな動画でもこんなこと言ってるんで、もうあれですけどね、心のセーフティーをオンにして安全に遊びましょうと、そういう意味が込められてます。嘘だと思いますみたいなね。ハンマーは指でコッキングすれば起きます。で、中途半端にトリガー引けば倒れるんでね、あのごくごく弱いテンションのスプリングで仮に動くだけという代物だと思ってください。ラインヤードは本体と一体型なんで、落としちゃったりすると破損の可能性がありますね。気をつけた方がいいです。外観こんな感じですかね。とてもかっこいいですよ。でね、これ重量が重いって言ったじゃないですか。まあ、重量はちょっと後で測りますけど、覗いてみるともう違和感ありますよね。マージン、これダブルカラムじゃなくてシングルカラムじゃないみたいな。で、ウェイトが入ってるんですよ。どうしても重くしたかったんだろうね。だからマガジンスリムなんですよ。ここがちょっと残念なポイントかなと。 USP の時はマガジンフルサイズだったよね。どうしてこうしてくれなかったのかなとね、せっかく M9 なのになみたいな気持ちがありますが、まあこれはなんか事情があるんだろう。重くしたかったんだろうね、グリップね。で、せっかくなんでもうちょっと外観やっていこう。 M9 といえばじゃーんみたいなね、マルシンの USM9 ドルフィンなんでドルフィンなんですかみたいなねもう部品が外れてますけどね、なんでですかみたいな、なんでそんな変なドルフィン引っ張り出すんですかみたいな、比較対象に全くなってないですけどって言われそうですけどね。とりあえず出したかったんですよこれがね、マルシンの電動ガンのドルフィンです。電動ハンドガンの、まあ、ちょっとここわけあってビス外してますけど、えらく仰々しくなってしまったマガジンにはマルシンの刻印が入ってて、グリップパネルはベレッタの刻印が入ってます。多分これどうだろうね、他のモデルに流用できるかもしれないと思って、まあ、これが欲しくてこれジャンク品で買ったんですが、どうだろうね、モデルガンとかに流用できたら嬉しいけど、まあできなくてもいいかみたいな感じで、これがまた ひどいモデルって言ったら怒られるか。あの電動ガンでね、動かないんですけど、不動品ですけどね、充電もできない、充電器もないし、これどんな構造になってるのかいまいちよく分かんないんだけど、もうこんな感じですね。で、このなんでドルフィンなんだよ、まあいいや、ドルフィンと比べるとサイズ感はね、とてもいいですよ。しっかり USM9 してるんじゃないですかね。トリガーガードの形状、トリガーの形状、グリップの形状、セレーションなどなど素晴らしいと思いますこれはそのうち直してやろうと思ってるんだけど、まあ無理だろうねです。わかった、よし、そこまで言うならね、何も言われてねえけど、これだ、バーン、ウエスタンアームズのガスブロの M92F か。これなら比較対象としていいでしょう。ここの刻印もね、ウエスタンアームズどうなら文句ねえだろうとこっちはじゃあ文句あるでしょうみたいな感じなんですけど、まあまあいいやね、サイズ感の比較ですよ。どうですか皆さん、これは S さんから提供してもらったウエスタンアームズの M92F です。うん、M92FS か、カーボンブラックって書いてある。まあ比較の対象として、で M9 って言えばこれでしょみたいなね。これ東京マリーのガスブロバック USM9、 これも S さん提供品なんですけど、 M9 と聞いて出さずにはいられませんっていう状態ですね。サイズ感は本当いいと思いますよ。グリップの太さとか、まあ、セレーションの形状とか、この M9A1 と M9 で USM9 で違いますけどね、いいですね。だんだんあのちゃんとした M9 に近づくにつれ口数が減ってくる僕っていうねおかしい方が喋りやすいっていうねそんな感じになってますけど、まあ、よく形にしてるよね。このトリガーガードのこの太さとかね、微妙なところ物申したいこともありますけど、まあ、これはこれで十分頑張ってるんじゃないと思います。ちゃんと M9 してるんでね。まあ、M9A1 でこうレールがついてるタイプ、ここにブローバックエンジンが入るんですけど、なんでここがね、そのこう四角くて太い形状のものの方がモデルアップしやすいんだろうね。
じゃあ使い方で、これね、スライドを引いてる間だけレーザーが出ると。交代しきってホールドオープンしたところだとレーザーがちゃんと消えると、こういう仕組みになってますんでね。で、打ってスライドが動いてる間だけ、レーザーポイントが出ると。アンダーレールはきっちり20ミリでこういうこのライトの類をしっかり固定することができます。これです、カートリッジをですね、こう入れてってね、よいしょと。まあそのままトリガー引いてもいいですけど、それじゃ味気ないんで、一回コッキングしてやる素振りを見せるとね。そうすると弾頭が覗いて、若干いいです、マガジンフォロワーよりも、マガジンフォロワーからパチッとカートリッジ前出ましたよね、この外れた位置で保持されます。次にスライドが後退した時に廃墟されるんですけど、何が廃墟してるかっていうと、ここ斜めに板状の突起があるんですよ。こいつがその弾頭部分の下をスコーンと蹴ると。エキストラクターでリムを引っ掛けるんじゃなくて、弾頭部分をの下部分を叩くと、それで廃墟してるってことなんですよね。もう一回スライド引くと、この辺からもう突起が当たってるんですけど、ね、で次もこう突起が当たっててバチッと、こいつがカートリッジを蹴ってる、ね、でちょっと前にこの空薬莢で動くか試した時に動かなかったよねなんで動かないのっていうと、当然なんですよね、理屈が分かればもう弾頭部分丸くなってるんで板が下に入り込むんですけど、まあカートを浮かせることはできるんですけど、空薬莢ここストーンと切りっぱなしなんで板がカツンと当たって止まっちゃうんだよね。それでもうおかしな動作になります。でこれ見てもらうと分かるけど、僕のもうここちょっとこの板状の部分傷がついちゃってるんですよね。空薬莢を試しにやって何度か詰まらせたりしたんで、もう傷がついちゃったんで、あんまりこういうの試すのは良くないと思います。逆に 9mm のダミーカートだったら使えるかもしれませんけど、全長がね全然違うんで、うん、全長が違うんで長すぎるとやっぱり動作不良を起こすかもしれないですよね。まあその辺踏まえて遊ぶのがいいと思います。純正のプラカート、もしくは純正の金属カートで遊ぶのが一番いいのかなっていうところですね。でこのシリーズでなかなかいいなと思うのは通常分解できる点ですよね。これはもう M9 通りテグダウンラッチボタンを押してテグダウンラッチ下げてスライドを前に引き抜けます。リコイルスプリングが今ちょっと出てきましたけどね、これこのリコイルスプリングガイドも金属でできてますね。ここにこうやって入ると、ちょっとまた構造を見ていると、トリガーを今引いてるんですけど、分かりますかね、トリガーを引き切ったところでこの部分がパチンと後ろに下がると。後ろに下がるときにこの中央部の爪が上に上がるんですけど、この爪がこいつを引っ掛けてね、この溝を引っ掛けてスライドを後ろに下げると。で今までのモデルだったらこの爪引っ張り上げながらバレルも外せたんですけど、これちょっとねどうやらここのビスを外さないとバレルが外れないようなんでね、はい、2本のビスを抜いてこのパーツを抜いてやると。そうするとビスがもう1本出てくるのか。でここのシルバーのビスを外せばアウターバレルが外れんのかな。あーなるほどね、こういう構造ね、アウターバレル金属です。でそこまでしてやっとこのチャンバー部分が外れると、まあチャンバーじゃないんですけどね、そのレーザーを出すスイッチはここにありますね、これです、うん、押してる間だけ光ると。でここに2本ビス打ってあるんでね、さらにじゃあ2本のビスを外していきます。おお、はい、相変わらずこんな感じになってますね。で押しボタンのスイッチはここか、ここも結構繊細だね、これです、ここ、うん、まあ電池の交換もやろうと思えばできますけど、まあレーザーユニットを使いたい人はここまで分解しないと電池交換できませんよっていう。スライドを逆の手順で組み直しましたけど、これねこの通常分解状態から組むのね、ちょっとコツがいるんで、
まあまあそんなにあれだけども、このレールがね、ここからもうちゃんと入れていかなきゃいけなくて、でこうやってね前から押し込むんですけど、ここアーチになってるじゃないですか。なんでこの突起ちょっとギュッとね、両側からこうこのパーツを押し込んでやりながらね、こう入れていくと、そうするとこの辺からもうスコッと入りますんで、であとはリコイルスプリングガイドが出る位置とマズルをねキュッとバレルを押し込んでやった状態で、まああとはねテイクダウンラッチを上に上げてやればマズルが抜けなくなるようになるんでね、こんな感じで通常分解からの復帰ができますよというところです。重い重いと伝えましたので、重量を測っていきますか。マガジン、まあマガジンは軽いですよね、単体で 56g、 本体が 422g ね、結構重量ありますよね。 500g まではいかないけど 477g とこういう重量で、対する USP はマガジン込みで411g と、まあ大して変わんねえじゃんって思うかもしれないですけど、 500g に近づくっていうことは結構重いんじゃないのなんて思っちゃいますけどね。 60g ちょっとこっちの方が重い。ただその 60g のためにこのマガジンの薄さが犠牲になってるっていうんであれば、僕は太くてもまあちょっと軽くても良かったかななんて思ったりしますけど、好みは分かれると思います。そんな感じですね。じゃあね、重い重いと言われているトリガープル測っていきますか。これはねもうダブルアクションしかできませんので、トリガープル測っていきます。やっていきましょう。おお、いや重いね、重い、測れないかもしれない。あ、測れたね、なんとか 3.612kg、 これ相当重いですよ3.587kg、 僕が扱ったトイガンの中で一番重い部類に入ります。 3.564kg、 平均で 3.588kg と、かなり重いトリガープルですけどね、これでバシバシ連射決めるのは大変かもしれない。じゃあせっかくなんで登山量上がっていこう、打っていきます。はい、 103.3dB、 なかなか静かな登山音量になっていますで初速は測れませんので、弾が出ませんのでね、カートリッジの発射性能でも、発射っていうか排気性能でも眺めていきますか。外気温はね 27.7度、マガジンの温度は 30.1度と、まあガス風呂にはちょうどいい季節になってます。これはガス風呂じゃないですけどね。さて何発入んだっけ、これどっかに書いてねえかな。8発ぐらいだと思ったけどな、このカートリッジは一応8発ありますんでね。これでも、マガジンのスプリングテンション結構きつめな印象がありますけどね、動作どうなんだろうという気がしますけど、じゃあね8発入ってます、打ってみますか。ほう、あ、いいね、しっかりホールドオープンもするし、こんな感じの動作性能、カートリッジの排気性能になってます。はい、いかがだったですか。ホラが販売するねトリガーブローバック M9A1、 なかなか面白いですね。これタンカラーもありますんでね、気になる人はちょっと調べてみてください。この動画を撮ってる時点で一番新しいのが P230 が出るのかな、シグのもう出てるんだよね。で僕それとりあえず注文してありますんで、まあそのうち届いたら動画にすると思いますけどね、どんな性能なのかなと。でこのカートリッジの排出性能で言えばミリタリーポリスあたりが一番いい
のかなって聞いたんでね、そっちもちょっと手に入れてみようかななんて思ってる次第であります。いやなかなかいいですよ。ついにハンマーまでちゃんと動くようになりました。 USB ではコッキングができなかったんですよね。ミリタリーポリスは分かりません。でもこういう機能もちゃんと盛り込んでいってバージョンアップしていってくれてるっていうのはちょっと嬉しくなりましたよね。うん、いやいいね。握力は相当いりますよ、こんな感じで連射するのに3.5 キロ指1本でやらなきゃいけないですからね。うん、にしてもね、やっぱりこれ楽しいよね。こうホールドオープンした状態からマガジン入れて、でサイドストップでスライドをリリースして打つとね、ホールドオープンもきっちりすると。こんなのがですよ、火薬もなしにガスもなしに、しかもコッキングもなしに手軽に楽しめると、こんな素晴らしいおもちゃないですよね。本当僕これ大好きです。結構この M9 も気に入ってるんで、もし機会があれば塗装でもしてやろうかななんて思ってますが、ちょっとバラすの大変そうなんでね、パーツ点数も多いし、時間がかかるかもしれませんが、やっていこうかなといったところです。はい、ということでね、今日の動画これでおしまいです。また別な動画で会いましょう。うつべーし、うつべーし、うつべーし、やっぱかっこいいねです。